掘2号機を強奪したアナベル・ガトー少佐は、アフリカに潜むジオン残党が所有する HLV で掘削2号機を空に打ち上げるため、キンバライト鉱山基地に潜伏していた。掘削2号機追撃の任務についたアルビオン隊が迫る中、地球に残されるジオン残党たちは、ジオンの志を担うガトーを空に返すため決死の攻撃に出撃する。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。お願いだ、お願い。頭を押さえ。作戦終了です。見事な勝利です。悪老と恐れられた男を舐めるなよ。こちらが今回の報酬になります。戦闘準備をお願いいたします。作戦開始です。連邦どもめ。後ろがから空きだぞ。こんなことしている場合じゃないんだ。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。後に続く者のために、ジオンの栄光のために。戦闘準備をお願いいたします。高熱源体接近、気をつけてください。正気、仕留めさせてもらうぞ。頭を押さえる、頭を押さえる。必勝の信念あらば恐れるものなどない。悪いが、小賢しい真似をしてくれる。作戦終了です。見事な勝利です。悪老と恐れられた男を舐めるなよ。任務達成です。こちらが今回の報酬になります。
HLV の打ち上げを阻止したいアルビオン隊だが、ジオン残党たちの決死の妨害によって足止めされ、ついに HLV の打ち上げを許してしまう。ジオン残党を率いるノイエンビッター少将は、試作2号機を乗せた HLV が無事飛び立ったことを確認した後、星の屑作戦の成功を祈願しながらアルビオンに特攻を仕掛ける。ジオン残党の最後の意地を見せた特攻は、コウ・ウラキのガンダム試作1号機によって辛くも阻まれた。しかしアルビオン隊の任務はガトーと試作2号機を取り逃がしてしまうという失態に終わったのだった。地上に残されたジオン残党たちの志は星の屑作戦に受け継がれ、彼らの魂もまた空へと帰っていった。ここでは宇宙世紀0083から0089までの物語を体験すること。報酬を受け取りました。